はい、今日は、リンパスさんの新作、もう新作って立てるんですけど、時間が4種類出たっていうので、動画を撮るという動画になります。じゃあ、店主いきますか。はい、どうぞ。オリンパスの、花吹きですね。はい。4種類、まず1つ目が、ペチュニア。ペチュニア、これですね、ペチュニア。次。で、カスミソウ。カスミソウ、はい。と、キンモクセイ。はい、金木犀。そして、スノーフレーク。スノーフレーク、これですね、この4種類。ペチュニアからいきましょう。はい、ペチュニア、どうぞ。ペチュニア、どうぞ。ない。ちょっとペチュニアまだ刺してないんですけど、今回のやつは全部くぐりがあるんでくすぐよりが入っね。てるんですね。ここに書いてますね。カセとかなんかいろいろね。この糸の長さの目安とかも書いてそうでて。すね。こういう柄ですね、ペチュニアね。ペチュニア、これ。じゃあ、柄を見ましょうか。見せましょうか、まずね。ペチュニア、しっかりと。で、カスミソウがこれ。ね、おい、なんかいいね。カスミソウ。細かいね。コンペイト、コンペイトみたいなのが入ってるね、ここね。で、次が金木犀。これ店主が刺したやつの動画ですね。動画アップしましてますけど。これ金木犀。ね。で、これ春子さんがなんかこの中のくぐりがいいなぁみたいなのがコメントいただいてきました。で、最後はスノーフレーク。これスノーフレークということですね。これスノークリスタルの流れなんですかね。スノーああ、フそレーういク。う4種類。ね。ということで、あと、この裏ですね。裏というか、まあ、色ですね。色は、この間ちょっと一回動画撮りかけてそこまでしたんですけど、色がそれぞれあって、これの、この色と白。この色と白。この色と白。あ、あるの？あ、あるんだ。この色と白。あ、あるんだね。あ、あるんだ。あ、すごい。こうですね。これが白。ちょっと入るよね。と、これがこう。それぞれね、色は、白とそのそれぞれのこのなんかちょっと微妙に全部違うんですよね、色がね。白がそれぞれあるとちょっと入らないけど、白があって、そのこれがちょっとこれとこれも違うもんね、微妙にね。ここに色が多分、変えてんの？アーモンドミルク。アーモンドミルこれクが色。梅の色だと思これいがアーます。モンドミルク色で、これがペールグレイ。ペールグレイ 2回言った。ペールグレイ。で、これがちょっと紺みたいなやつが、ネイビーブルー。あ、これネイビーブルーだね。正解。で、これが、トープ。合ってますかね？トープ？トープ？トープね。なんかその色の名前みたいです、これがね。の色が、それぞれ。だから、それぞれ違う。色付きとあと、まあ、白とがありますということですね。はい。これもまた刺し終わったので、店主が刺したのこれだっこけ？れとこれを今刺し終わった。金木犀は動画出しましたよね。金木犀白でしたっけ？白。白でしたっけ？金木犀の白とこれも刺したの？そう、そカスミれ、ソウも。はい。あ、そうなの。じゃあそカスれミソウも今度じもゃあ。結構くぐりが難しかったくでぐす。りが難真んしい。中の、はい。真ん中にくぐりがあって難しかった。ということなので、これもそのうち。だから、あとは、ペチュニアとスノーフレークが刺してないんですね、選手ね。こういう4種類がありますと。いかがでしょうかと。皆さん、ぜひとも。あ、知ってる方も、あのね、誰だったかな？あ、そうだ、春子さんだ。春子さんもチェックして、知らずに知らなかったです、みたいなのをコメントくださってました。だから、これをきっかけに知った方もいらっしゃると思うので、そんな方は、ぜひ、ご注文いただけると。ご注文できますか？あ、オンラインの方。オンラインアップしてますか？インスタグラムの DM 等でも大丈夫ということですね。これをきっかけに知った方はぜひご注文いただけると店主が喜びます。はい、いい、もう店主いい、なんかもっとこれはっていうのは、あ、どれが好き？どれが好き？店主どれ好き？私はね、うん、どれ好き？この柄が好き、金木あ、犀。金木犀の柄が好はき？次の柄はどれが好き？い。まあ、刺した順番、かすみカスそうミと。ソウが好きすぎ。じゃあ、次、あと、第3位。次、ペチュニアを刺そうペかチュニアな。刺す。はい、次。で、
刺すの本当に。あ、あ順番でいくと天正液、金木犀、かすみ草、ペチュニアスノーフレークだそうです。まあ刺すかは分かんないけど、この2つは刺したっていうことですね。で次はまあペチュニアを刺してスノーフレークも刺します。オリンパスの中ランキングだと、ランキング、このかすみ草のこの色付きのやつが1位だっけ。うん、ランキング。ちょっと前に見たランキング。それ何のランキング？好きな柄ランキング、うん、新しい4種で、あ全体で全 体, あ全体でトップキング、ちょっとざっくりしか見てないんでざっくり情報やめてくださいね。これ動画に残しますからね。まあその瞬間最高トップやね、この時、その時がね。はい、分かりました。ということで皆さんも好きな柄を見つけてお好きな色で刺していてみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ今日は4種やっと取れましたね、天守ね、はい、4種が取れなかった。1回取ったんですけど、前も言ったんですけど、あのちょっとレジがいっぱいでね、1分ぐらいしか取れなかったっていうやつで取り直しています。これね、これ出しますね、動画自体はね。はい、じゃあ今日は以上となります。よろしくお願いします。お願いします。